ハーモニー・オブ・ザ・シーズはアメリカのロイヤル・カリビアン・インターナショナルが運行するオアシスクラスのクルーズ客船である2016年5月15日に就航した世界最大のクルーズ客船であるアルーア・オブ・ザ・シーズやそれと同規格で設計されたオアシス・オブ・ザ・シーズの姉妹船であり世界最大クラスのクルーズ客船である2016年5月に就航諸女公開として サウサンプトンからバルセロナへのクルーズを実施し、その後バルセロナチビタベッキアを拠点とした地中海クルーズを5月から10月にかけて実施。2016年11月からフォートローダーデールを母港としたカリブ海クルーズに就航。2016年3月に鹿児島県天見大島達郷町足徳集落に同線クラスのクルーズ機構計画があることを地元へ説明。 足徳集落、倉崎海岸沖の海上に、長さ350メートル幅10.5メートルの浮き散橋と陸側にレジャーパークを新設する計画で2019年に開業予定とし、年間3月から11月の間北京、上海やマミ九州で3泊4日か4泊5日のクルーズを週2回程度運行し、中国人富裕層を年間30万人程度のライトを見込んでいたが、 周辺環境への影響等を懸念する地元やインターネット署名による反対運動を受け7月に徳田康光達号町長,長が受け入れ断念を表明した。足特にクルーズ船が寄港する問題の経緯。ありがとうございます。